一つ目の大男。昔次郎丸から中川への道は権勢川沿いの笹の生い茂った寂しい道やったんや。ある晩暗い夜道を一人の男が村へ帰ろと急いでると、後ろでひたひたと誰かの足音がするんやと。振り向くと小男がついてきていたんやけど、月明かりに男の目が一つしかねえのが見えたんやわ。さては出たな。ほう思ったんやけど、知らん顔で歩いてからまた男が振り返ってみると、男と同じくらいに大きなった一つ目男がいたんやわ。少し気持ち悪なったけど、また歩いて橋のたもとのお地蔵さんのとこで振り返ったんや。すると一つ目は男よりだいぶ大きく六尺ぐらいになっていたんやと。このままやとこいつに食われるかもわからん。男は恐ろしなったんやけど、ふと一つ目男の足が小さいのに気がついたんや。おい一つ目、おめもだいぶ大きなったな。だけどこないだ裏が覆った一つ目よりはまだまだちっちゃいぞ。ほう言うて平気そうに歩き始めたら、こんなもんけのと後ろで言うんで振り返ると、一つ目の大きさは男の倍の大きさになってたんやわ。もっと大きかったわの。ほんならこんなもんけ、まだまだこんてどや。月明かりを背にして一つ目はお寺の屋根ほどの高さになったんやと。ほやけどその足は逆に赤ん坊の足より細なってたんやが、もっともっと大きかったわの。ほう言うと男は道端の棒切れを拾って細なった一つ目の足を力いっぱい殴ったんや。一つ目の足は粉々に折れて、大木が切り倒されたんてなに倒れ、地面で頭が割れて死んでもたんやわ。男は気が抜けてほの場に座り込んで、いつの間にか寝てもての。朝になって目が覚めたら横にムジナが一匹死んでいたんやと。次郎丸はその昔、川舟の発着場として船運送の要衝であったと言われています。権勢川沿いには古くから街道があり、かつて次郎丸からこれらの道を通っての吉崎参りが盛んだったようです。多くの人々が行き交った川と街道が一つ目の大男の物語を生んだのかもしれません。